さあ皆さんおはようございます。おはようございます。時刻は7時を回りました。5月の20日金曜日、モーニングクロス堀潤です。宮瀬真由子です。さあもうあっという間に週末ですね。そうですね、早かったですね。あ、今日はちょっとシックな。あ、そうですね、はい、はい、さあ、皆さんお話してます。集中しました。問題が発生しました。後で説明します。いや、僕はすごいいいことだと思っています。皆さん後ほど、ハッシュタグクロス、ハッシュタグモニクロでツイートをお寄せください。お待ちしております。病児保育サービス認定 NPO 法人フローレンス代表を務める社会起業家の駒崎弘樹さんです。おはようございます。おはようございます。なんかすごい笑顔。そしてエジプト出身で一児の母でもありますタレントのフィーフィーさんです。お願いします。おはようございます。そしてお隣は羽衣国際大学現代社会学部教授の西安田さんです。おはようございます。おはようございます。なんかツイッター上でいろいろフィーフィーさんと、なぜか駒崎さんがちょっと距離があるな、あれなんか会話初めてだよねって言ってたけど、初めてではあるけど、ネット上ではあの僕たちやり合ってますって私ね、ブロックしたことがあるからさこんなことあります。いや初めてでしょ、ブロックした人と共演するって。初めましたブロックされてたみたいやばいと思ったから必死に検索して、ね、多分あの育児問題、育児問題に行けた、やばいと思って解除しようと思ったら、うんうん、多分もう解除してたんですけど、なるほど、一時期ブロックしてたんですよ。もうすみません、この場をお借りして、実際にお会いするとネットってそういうもんなんだなと思って、うんうんうん、さっきはずっとまとめろまとめろって、まあ、その歴史的な雪解けも見られるかもしれません、はい。